福とし集会は、福岡県田川市に本部を置く、指定暴力団。2020年末の時点での勢力は、約130人。福岡県内を、もっぱらの活動地としている。川筋ヤクザの保守本流として知られてきた。田川市内の炭鉱労働者であった、大田周春が1954年頃に、不良集団を集めて、大田グループというグレン隊を結成。 この大田グループがやがて大田組と解消し、急速に勢力を伸ばした末に、1973年をもって、ふとし集会へと解消。1991年に田中義人が二代目を襲名した。1993年に暴力団対策法に基づく指定暴力団となった。本部所在地は、福岡県田川市大和下田湯げた1314の位 北九州市の工藤会、久留米市の同人会、福岡市の福博会、大牟田市の並川会と並ぶ、福岡県内に本部を置く、指定暴力団の団体のうちの一つである。工藤会、同人会、熊本会と共に四社会という親睦団体を結成している。18歳で炭鉱の首領となった後、前身にあたる太州商店を設立した大田州春が初代。 ふとし集会を率いて、地元多組織を相手に構想を展開し、不可能視されていた筑豊地方一帯の派遣を実現。以降、田中義人の2代目大熊雷太郎の三代目、日高博の4代目と題を経てきた。ありがとうございます。